BTS、防弾少年団 V の中国ファンクラブが超大型カムバック&デビューを祝いサポートを準備した。21日、V の中国最大のファンクラブ100度 V バーはメルティングインザムーンサポートパート1を公開しており、V のデビュー8周年とカムバックを祝うために、所属事務所 HYBE の新社屋の真向かいに大規模なスケールの屋外広告を実施すると発表した。100度 V バーによると、6月1日から14日までの2週間、HYBE の新社屋の向かい側には、約500平方メートルの超大型3面の屋外広告がかかる。今回のサポートは1の特性上、V 本人はもちろん、今年3月に移転した HYBE の1000人の従業員、HYBE ミュージアムを訪問する多くのファンに自動的に目に入り広告効果が極大化されることが予想される。ファンは43の新しいランドマークとしても浮上している HYBE 社屋真向かいの最適の場所で行われる最高のサポートという反応を見せている。100度 V バーの広告は、社屋に最も近い地下鉄駅の新43駅でも掲示される。HYBE 社屋から徒歩10分の距離の新43駅では、5月21日から6月21日までの1ヶ月間、V のカムバックとデビューを祝い広告が行われる。乗り場から HYBE 方向の2番出口に向かう地下1階の待合室には19個のデジタルポスターが掲載されて HYBE に向かう多くのファンだけでなく、行き来する多くの市民の注目を引きつける。他にも V のファンページスタッコニアとボリューム95は、5月21日から6月20日までの1ヶ月間 SBSMTV でカムバックとデビュー8周年記念広告を進行する。期間中に SBSMTV の各種人気番組前後のお祝い広告が放送される予定だ。これまで100度 V バーは、世界初の米国タイムズスクエア ABC スーパーサイン看板、アイドル初の水族館全体のテーマパークサポート、芸能人初のチョンゲチョンソウルのクリスマスフェスティバル公式スポンサーなど、圧倒的規模と驚くべきサポートで V を応援してきた。昨年末、世界中のファンを魅了したドバイ最高層ビルブルジュハリファのライトショーは2つとないレジェンドサポートという評価を受けた。80s, today 80s. 第2位。80s と一緒コーヒーチート。喫茶店。今日は生き生きとした初心者 80s に第2位会いに来た。today 80s, 80s, 80s。レッドベルベット。キハートスルギキハートウィズコンバース。H セルギコンバースコンバースレッドベルベットレッドベルベット。レッドベルベット、ジョイデイバイデイのリメイク、完成ボーカルプレゼント。女性デュオアズワンが1999年に発表した同名の曲リメイク。感性を刺激するミディアムテンポの R&B バラード曲。ジョイジョイこんにちはハローレッドベルベットレッドベルベット。